ちは。生徒さんでですね、学校の天文学部、天文部みたいなとこに入ってる人がいて、ちょっと今日話聞いたんですけど、なんか合宿がコロナで中止になって残念だみたいな感じだったんですが、僕もですね、昔僕もっていうか、ちょっと星に興味があった時代があって、あれ中学校の頃なんですけど、天体望遠鏡がすごい欲しかったんですよ。見てみたくて、どんな風に見えるのか、土星とか見えるのかなみたいな。それでなんか宇宙とかになぜか元から興味があったんですけど、やっぱりね、よくよく考えてみると、宇宙戦艦ヤマト、あれの影響がでかいですね。イスカンダル行ってなんやかんやってやつですけど、すごい見ましたね僕ね。テレビも見ましたし、アニメ映画も行きました。2回ぐらい行きましたね。ヤマトよトワに泣きましたね。あれ誰と言って、なんか弟と行ったんだったかな、友達と行ったのかな、泣きましたね。僕の中で印象に残ってる、こう涙ボロボロ出るシーンがあるんですけど、そんなものをね、今話したところでしょうがないので、だからなんやって言われちゃうんですけど、宇宙戦艦ヤマト、今でもたまに、昔小説も買ってましたから、僕、宇宙戦艦ヤマトの。小説があったんですよ、文字だけです。あれもですね、すっごい読んで、楽しかったですね。宇宙戦艦ヤマト、古代進むと森井ゆきでしたっけ。いいですね、沖田館長。まあいいや。今日はですね、何やるんだったっけな。あ、そうだ。備忘録アフターレッスンで、今日ね、3連の、苦手な、もうほぼ全員3連苦手なんですけど、まずですね、3連はみんな叩けるんですよ。それで、まあ3連、タッ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 ですよね。3連はいけると。ところがですね、その先がいけないんですね。その先って何かっていうとですね、分解。3連を分解します。例えば1個目。タタ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 タカダンタン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 タン。もうね、こうなっちゃうと、なんだかよくわかんないみたいな。練習したらできるようにはなるんだけど、気持ちよくない。自分でちゃんとできてるのかよくわかんない。そうなるとですね、もう使えませんから。使ったとしても、それ、無理やりの、ただ、くっつけただけのものになっちゃうんで、音楽的じゃないですよね。自分の中で持ってるリズム、気持ちいいリズムを出してこその音楽だったりとか、アンサンブルだと思うので、気持ち悪いけど、とりあえずやってみましたっていうのは、ちょっと僕はあまりこう賛同できないというか。それでですね、3連なんですが、じゃあこうやってみたらどうって、レッスンで。右手で3連打って、たまに左手入れてみようみたいな。タン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 、タカタン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 、タカタンタンタンみたいな感じで。これはどうみたいな。ってやってですね、まあ比較的できると。じゃあですね、今度、これやってみようと。右左右で打つんだけど、3連を、右から始まる3ストロークラフで分解してみよう。どういうことかというと、さっきちょっとやったことですね。タカタンタン、タカタンタンみたいな。右から始まるタカタン。ちょっとやってみますよ。右左右でずっとやるんですけど、タン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 。
ういうことなんですけど、どうでしょう。右からタン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 タカタン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 タカタン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 タカタンタンタカタン、ちょっと分かりやすいようにやってみようかな。右左右で行ってるんだけど、こう右の時、右打つ時に今いけると思ったら3スロークラフ、タン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 タカタン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 タカタンタン、これはどうだと、レッスンでちょっとやってみてですね、もうちょっと早くやるとこうなりますよ。タン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 、スリーフォー。はい、今ちょっと最後手順間違えました、僕、余計なことやっちゃいました、ですけど、まあこういうことです。もうちょっと早く、タッ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 、ワン、ツー、スリー、フォー。こういうことですね。これができたら今度ですね、今右からの3スロークラフなんですけど、この左もからのやつも入れてみよう。いいですか。左からだとこうなりますね。左からの3スロークラフは、ひ、タンタンタン、タタタンタン、左打つときからタタタンっていきます。これを随所に入れる。ちょっと左だけやってみますか。左から始まる3スロークラフだけ。こんな感じですね。これができたら右手と左手自由に入れる3スロークラフを、そうやって少しずつですね、3連に馴染んでいくっていうのはどうかなということで、今日はですね、レッスンでちょっとやってみましたね。まずこれができないと、その先にがまだあるんですよ。例えば203連の分解とか、そういうのに進めないので、進めないっていうか、まあ、順番的にはそういうことになりますよね。少しレベルアップとなると203連の分解。それで、まあちょっと適当にやるとこですね。感じになるんですけど、実はですね、ダブルストロークできるようになるとさらにやりやすくなるんですが、まずはですね、シングルストロークでちゃんとできるように、オルタネートスティッキングで、気持ちよく自分の中でね。でレッスンでも言ったんですけど、まず頭の中でじゃないや、口で歌えないとできないよ。タンタン、スリー、フォー、タタ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 タ。まあちょっとゆっくりでもいいんですけど、これ、口で言えれば、言えてからの手で、口で気持ちよく歌えないと、手で叩けないですよね。こっちで叩く方が難しいわけで、口で言う方が絶対簡単ですから。まずはですね、だから口でも練習、そしてできたら手でも練習。でですね、ダブルストロークができると簡単なんですよ。ただダブルにするだけなんで、シングルを。感じで簡単になっちゃうんですけど、まあ、少しずつですね、やっていただいてですね、3連に慣れ親しむ。そうすると
また一気にバーンと広がりますから、やっぱね三連がね苦手な方が多いので、ね、もったいないなと思って、たまにという、もったいないなと思ってます。あれ電池切れたんじゃない、これ聞こえますか。すいません、マイクの電池が切れたみたいで、今ドラムを叩くと喋ってる声が聞こえなくなりますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、大体言いたいことは、話したので、はい、あ、電池切れました、ワイヤレス電気消えましたね、失礼しました、ありがとうございました。